日本大阪府大阪市何和区何和東は、大阪府大阪市何和区の町名。現行行政地名は、何和東1丁目から、何和東3丁目。和区の南西部に位置し、東に大国、西に、何和西、南に、西成区、北に潮草と接している。元は、西成郡西浜町、木津村の各一部。日本大学教授。 井上亭造によると、西浜には金持ちが多く、問屋閣の者が軒を並べ、川なり金と称せられる部類の人がかなりあるという。大阪市南区編入から3年後の1900年に、西浜北通り、西浜中通り、西浜南通り、木津北島町の町名が成立。1921年に木津北島町を栄町に改称。1922年、 ブラ差別の撤廃を目指して、当地で西浜水平社が結成された。1925年に何枠へ転属。1962年に西浜北通り、西浜中通り、西浜南通り、栄町のそれぞれ新何和筋伊藤を何和町東に改編。1980年に一部を塩草大国へ割動し、 何わ東の現行行政地名を実施。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。